どうもこんにちは、ミスター GTA5 です。はい、今回はね、GTA5 になんと初めて追加されたこの F1 カーを見ていきたいと思います。 PR4 っていう名前の車なんですよ。新しいジャンルが今回追加されまして、それがオープンホイールっていう名前のジャンルなんですけど、そちらから2台出てまして、そのうちの1台がこちらとなります。はい、 GTA5 発売から早6年経つんですけども、初めて追加されたジャンルです、オープンホイールね。完全に F1 マシンでしょ、どう見てもね。小さいし、車高はまず小さいし、でタイヤがでかいしね。オープンホイールっていう名前の通り、タイヤがね、タイヤハウスがなくなってタイヤがこうむき出しになってると、まあ、言うまでもないんですけどね、うん、改めて説明するとそういうことですね。バンパーもすごい独特ですよね。で、タイヤがアトミック製でしょうか、セラミック製ではないようです。アトミック製ですね。で、タイヤの下の方にもなんかアトミックっていうロゴが反転して映ってますけど、なんか青と黄色と白をモチーフとしてるって、これミシュランっぽくないね。で、スポイラーもでかいですね。スポイラーもでかいわけですけども、空力性能への影響は一応あります。 GTA5 はスポイラーっていう概念がね、ちゃんと空力性能に影響します。で、エアダクトかな、これエアインテーク、F1 の知識自分全くないんで間違ってるかもしれません、知りません、ごめんなさい。そしたら、はい、じゃあ乗っていきたいと思います。この内装をね、見ていきましょう。シートベルトもかっこいいな、なんかパイロットみたい、パイロットが戦闘機のパイロットみたいな、こう操縦席になってますよね、全体的にね。戦闘機のパイロットみたいな、もう車というよりも戦闘機に近い。じゃあ乗り方、お、今乗り方すごい、降り方どうだ、降り方はこんな感じですね、ちゃんと、独特の降り方になってます。で、乗り方はこんな感じです。はい、でミラーの形状が今までなかったタイプの広範囲を見渡せる長方形型になってますね。うん、まあ映らないから意味ないんだけどね。で、このハンドルがなんかちょっとあれだね、ゴーカートとかにありそうな、なんか古臭いタイプのって言っちゃ悪いけど、最新の F1 ってなんかもうちょっとゲームコントローラーっぽいイメージだったんだけど、まあ、そういうのも今後追加されていくのかな。で、ハンドルの向こうにあるこの緑色と黄色と赤色に光る玉、これね、これなんだ、これスピードを上げると増えてくる、これやる気メーターかな、やる気メーター。さあ、改造していきたいと思います。プロジェンというメーカーから発売された PR4 という車ですね。 PR4 でございます。アーマーは特に今までと変わりないですね。で、ボディーワークが、このようになってますね。まあ、F1 のこと知らない自分が語るのはご法度だと思うんですけど、一般的にまず GTA の話でいうと、このボディーワークっていう項目自体は性能には直結しなかったと思います。なので、まあ、見た目で決めればいいと思うんですけど、まあ普通に一般的な話で言うと、このようにね、パーツを減らして軽量化を図った方が早くはなると思うんですけど、まああとは、パーツの形状によっても、まあ空力性能にね直結したりとかあると思うんだけど、一番高いのね、とりあえず。で、ブレーキ、今までと変わりません、特にね。はい、でアーマーも一応強化してる。いや、アーマーはね、これね、つけない方がね、車体軽くなるんで、アーマーつけておきません。で、フロントバンパーですね、こちらはもう値段の上昇に比例して、角度がどんどん鋭くなってますね。つまり空力性能がどんどん上がっていくと、ダウンフォース稼げているということだと思うんですけど、まあ性能には直結しません、このゲーム。まあ燃費の悪そうなね、このフロントウィングにしていきましょうか燃費っていう概念もありません。で、マフラー見ていきましょうね。マフラーめっちゃ安いオプションが付けられるんだけど、まあ性能には直結しないの で、アフターファイヤーの見え方も全然変わってないので、マフラー変えると、ちょっとパイプの形状がね、中のパイプの形状がちょっと変わってるかなぐらいですね。で、ボディペイントなんですけど、このような感じになってますね。まあ、GTA5 にある既存の、企業のメーカーロゴになってますね。はい、まあ、いろいろあるんですけど、いわゆる私みたいなその F1 初心者からしたら、スクーデリア、フェラーリの、ね、イメージがとても強いんで、 F1 カーっていうとザ赤色って感じなんですよ。うん、飛び馬、跳ね馬のロゴがついた赤色の。だからね、それに一番近いのとなると多分これか、もしくはこのプロジェンのね、方がいいのかな。この車自体がプロジェンっていうメーカーなので、プロジェンのロゴ入ってますから、これいいと思います。で、あとね、一瞬目についたんだけど、これもいいよね。アトミックがね、ついてます。アトミックっていうのはこのタイヤにもね、アトミックってロゴがついてましたけどもね、最初から。これアトミックってもしかしてあれですかね、ミシュラン的なポジションなんですかね、GTA で言うと。なんかタイヤメーカーのことなのかな。これもね、面白いですよね。GTA ユーザーからしたらちょっと、これつける人は、ああ、ちょっと、
なんか分かってんじゃんお前みたいに見られる可能性が あ、こいつちょっとね、うん、分かってるやつだみたいに見られる可能性があるかもしれない。ないかもしれないけど。まあ、プロジェンにしていきましょう、自分は。で、後ほど、あ、間違えて出ちゃった。じゃ、ペイント見ていきましょう。ペイントね、このまま、赤色で染めていきたいと思います。あ、やっぱこうですね。こうでなきゃ。で、サブカラーも赤色で染めていきたいと思います。あれ赤色あれあ。あれが、レッド。あれあ、前のスポイラーにも反映されないんですね。前のスポイラーっていうか、これスポイラーっていう名前だっけ？フロントバンパー、スポイラーじゃねえわ。で言うとこれか、これの方がいいのかな。このボディペイントの方が、あの、いわゆるフェラーリのイメージに近い感じかな。ちょっとね、このロゴいらないけどね、この、何？ダッシュ？ダッシュって読むのかな？ダッシュロゴいらないですけどね。ちょっとダサいかな。で、スポイラーなんですけども、でかくなればなるほど高くなるってわけじゃないのか。一定以上の大きさからもう高くならないですね。これはまるで女性のチブサのようですね。チブサが大きすぎてもちょっと、うん、NG だし、まあ、程よい大きさがいいみたいな感じかな。で、トランスミッションね、最大強化、ターボも最大強化で、ホイールはこれ多分ね、デフォルトのままの方がいいんじゃないかな。あ、やっぱりね、ホイール変えるとこのアトミックのロゴが外れちゃいますね。このホイールだけじゃなくて、このタイヤについてるロゴがね、外れちゃいますので、これ絶対あった方がかっこいいと思うので、ウィンドウ見ていきましょう。ウィンドウっていうのは、あの、この小窓ですね。パイロットの目の前についてる小窓、これね、スモークにする必要ある？全く需要ないと思うんだけど、これここに金かける意味ないと思うんだけど。で、ウィンドウですね。あ、フロントガラス、フロントガラスはこのように変えられますね。すごい、これブラックウィンドディフレクターって、これ何も見えなくなっちゃうタイプ、こんなのもあるんだね。主観にするとどう見えるんだろう。こんな感じですね。まあ、あの、下調べしないで動画上げちゃう自分が一番悪いんですけど、前から疑問なことがあってさ、 F1 ってさ、何のためにこんな小窓つけんの？いや、これで空力性能上がんの？っていう視聴者に対して疑問問いかけていくスタイルじゃあ、それで全部ですね。これで改造項目終わりですね。さあ、それではね、街中の交通量をゼロにしてちょっと走ってみましょうか。いやー、シュール極まりないっすよねだって街中をさ、ね、F1 マシンが走ってるって、これ GTA ならではですよね。ほんとついにここまで来たかって感じだよね。セインツロー並みのシュールさね。え、 F1 カーで走れちゃうんですからね。今まではモッドでね、私紹介したこともありましたけどさ、ありましたけどさっていうね、敬語とタメ語を混ぜていくスタイルね。え、やる気メーターがどんどん上がってますね、ほら赤から黄色からピンク、ね、赤い。さあ、ということですけどもね、この甲高いサウンドね、サウンドエンジンサウンドどうですかね。え、本当 F1 マシンだよね。甲高い、こう耳から入って頭から抜けていきそうなね、気持ちの良い爽快なサウンド、もう本当五大陸に響き渡りますよね。うん、ちょっと言ってる意味が分かんない。さあ、そしたらね、改造が終わったんで、ちょっとゼロ100をね、見ていこうかなと思います。ゼロ100ですね。まあ、車に興味がない人もね、まあ、せっかくなのでね、よかったら、あの、参考にしてみてください。ゼロ100っていうのは何かっていうと、時速0から時速100キロに至るのに説明いらねえな。説明いらねえわな。分かってるわ、それぐらいってな。で、04の測り方なんですけど、あの、画面一番下の部分に 0.00km って書いてありますよね。これマイレージに なってるんですよ。マイレージですから、これが 0.40 になった時点で、04達成ということになります。400km 完走したってことになります。それでは行きます。レッツゴー！おー、0100結構早いですね。やっぱさすが F1 マシン。02、03、残り01ですね。はい、達成しました、04。ね、タイムね、後ほど編集で見ていきたいと思います。はい。ということになりますね。それではね、こちらの峠を走っていきたいと思います。コーナリングが非常に多い上に、途中までヒルクライム、で、途中からダウンヒルとなっております。車のね、性能をね、ふんだんにテストできる最高の道になっております。それでは行きたいと思います。まあ、これね、あくまで、運転してる人の自分の体感のレビューなんで、見てる側からしたらよくわかんないかもしんないけど、今ね、交通量を降ってます。はい。で、結構ガンガンスピード今上げてるんですけど、かなり運転し、あー、ちょっと滑ったね、今。ちょっと自分の腕のなさゆえに滑ってしまいましたけども、結構持ちこたえてくれてるな。あー、結構曲がりきれるんですね。なんだろう、オーバー気味にならないというか、うん。ここちょっと押さえていかないとジャンプしちゃうんで。で、若干スピード出して、ここね、一般車、いつもね、ドリフトしてるとこなんですけども、今回ドリフトしていきません。エンジンブレーキとブレーキだけで対処していきましょう。おー、結構グリップ、やっぱさすが F1、グリップの神様。
すごい曲がってくれる、持ちこたえてくれる感がありますね。ここ飛んじゃったんですけど、ここら辺はちょっとあのエンブレとブレーキで、ね、比較的対処できる。約100、130キロで曲がりきれましたね、綺麗に。ここもちょっとブレーキ早めに踏んでおいて、だいたい108キロぐらいだったかな。で、100、230キロで気持ちよくね、センターラインを守りながら曲がることができました。はい、ここもね、もうちょっと速度上げていこうかな。これはさすが、ここら辺は F1 っていう感じですね。 F1 マシン、このうわ曲がり方えぐいな、すーげー気持ちよく曲がってくれる。はい、ということでした。ね、あのね、一言、もうただただ気持ちがいい、乗ってて気持ちが、運転してて気持ちがいい、なんだろう、楽しいんですよ本当に。それに尽きる。どういう楽しさかっていうと、あのいわゆるあの昔あったランボルギーニの直線番長的な、扱いづらいさ、曲がりづらい、直線は速いんだけど曲がりづらいっていう車を、あの自分のもう努力と鍛錬で扱いこなした時の達成感みたいな楽しさではなくて、初心者、運転初心者が乗っても比較的すぐに楽しめる扱いやすさ、本当に何だろう、あの車というよりもマシンですよね。機械を操作してるようなイメージに近いのかな。ロボティックな、あの自分の言うことをあの忠実に聞いてくれる、そんな車ですね。すごいな。 F1 ってさ F5 とか F4 とか F3 と F2、 F1 ありますけども、 F1 ありますけども、一番ね速い、まあ難しいマシンなわけですよ。うん、要は車のね、もう頂点に立つというか、扱いの難しさからしたら、まあ、そんなイメージだと思うんですけども、イメージなんですけども、僕的にはその F1、 難しさの塊の F1 がね、このように簡単に扱えてしまうっていうのは、まあでもそれってある意味 F1 の特徴でもあるわけですからね。この機敏な動きとかグリップ力の高さっていうのはね、だから初心、運転初心者なんだけども、まあ、車の頂点である F1、 案外ね、こうマッチするんじゃないのかな、うん、相性いいんじゃないのかな。ちょっと言ってること分かんないね何言ってんだろう自分、なんか自分でなんかよく分かんないこと喋って、自分で納得しちゃって、視聴者置いてきぼりでちょっと申し訳ないんですけどもとにかくもうぜひ皆さん乗っていただきたいです。すごく楽しいです。はい、音もねまた独特だしね。まあ、ということで今回のねレビューは以上になります。次回は R88 っていうこのね車をね、紹介していきたいと思います。今日紹介したのは PR4 で、次回紹介するのが R88 ね。どういった性能の違いが見られるのでしょうか、楽しみですね。ということで以上、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。